放送席、放送席、そしてライオンズファンの皆様、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、まず先発ナイスピッチング、チームトップ11勝目になりましたニール投手です。おめでとうございます。あざーす。さあ、ニールさん、チームとしては優勝争い激しく戦っている中、そして連戦の初戦でもありました、今日のマウンドに向かう気持ちというのはどうだったんでしょうか。Same as I do every week. You know, we want to come out here and be aggressive and trust the guys behind me. And we got a really good team. So, same as we do every week. We want to come out here and win. まあ、本当に毎週同じように考えているんですけれども、本当にここでちゃんと勝つためにしっかりとベストを尽くしてマウンドに上がっていますし、あとは本当にバックの野手の人たちに助けられて勝つことができました。その中で今日はご自身来日最長8回を投げて無失点ピッチング、今日のピッチング、ご自身では特にどのあたり良かったでしょうか。 Again, the Tonosake Tamaran. お二人のね、セカンド、ショート、たまらんというコメントをいただきましたが、改めてこのお二人の守り、ニールさんからしたらどう見てますか。 Yeah, it's great. You know, I think it's special, and it's so nice to have them behind me. You know, I can be aggressive and pitch my game and not have to worry about much, so I'm thankful to have them. やっぱり外崎選手と源田選手が後ろを守ってくれているっていうことで、本当に積極的にピッチングができますし、本当に心強いです。さあ、その中でニールさん、ご自身シーズン10連勝になりました、チームとしては白泰源さんに並ぶ、チームの外国人ピッチャーとしてはシーズン最多の10連勝、チームの歴史に名前刻みましたが、このあたりどう感じていらっしゃいますか。 It's a special feeling. You know, I really can't put it into words. You know, I'm just thankful to be here. Something that I've wanted to do for a long time was play here. So for it to be going like this is just super special.本当に特別な気持ちです。本当に言葉が見つからないんですけれども、ただ本当にライオンズに来れて、ここでピッチングできてよかったと思いますし、日本に来て投げたいともうずっと思ってたので、それが叶えてよかったです。さあ、チームとしても今日の勝利で現状マジック7になりました。優勝争いに向けて、次のピッチングに向けて、ライオンズファンに最後にメッセージお願いします。You know, their support is so great, and I feel it when I'm pitching, and I'm just thankful to have the best fans in the league. You guys are unbelievable. 本当に素晴らしいファンたちに囲まれていますし、試合中投げている時でもファンのその声援が本当に支えになっていますし、本当に信じられないファンの方々です。次の登板も期待してます。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずは今日のヒーロー、1人目、ニール投手でした。さあ、そして打って守って走って大活躍、外崎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、外崎さん、まずホームランに関して振り返っていただきたいんですが、チームとしても本当に欲しいところで出ました、バッティング振り返っていかがでしょうか。そうですね、すごい荒西投手がすごい、ボールも強いしコントロールも良くて、まあ、なんとか打てたんですけど、本当に、いい追加点になったんじゃないかと思います。まあ、その前、先制の場面では一塁から一気に帰ってきてホームを踏んだり、守りの部分でもニールさんからもたまらんと先ほどお言葉いただきましたが、今日のご自身の守りに関してはいかがでしょうか。そうですね、守備に関してはすごい守りやすかったですし、いい具合に打ち取ってくれてるんで、僕もいい具合に守れたかなと思います。
この作戦を振り返ってみると、去年も優勝を争われる中、悔しい怪我での離脱がありました。今この時期、この場所でチームと一緒に戦えている、どんなお気持ちですか？そうですね、本当に、まあ、一試合一試合が、終盤になってくるにつれて、大事になってきてると思うんですけど、本当に、自分にとってもすごいプラスになってますし、去年と、比べるとやっぱり勝った喜びも数倍、大きいですし、すごい、野球をやっててよかったなというか、西武で、野球、やって、レギュラーで試合出てるっていうのがすごい嬉しいです。そして今も大きな声届いてますが、2005年以降のシーズン、最多観客動員数今年も更新するということになりました。野崎さん、このファンの声はどう聞こえてますか？本当にすごい勢いづけてくれる声援ばかりなんで、もう本当に、まあ、いい時もあれば悪い時もある結果の世界ですので、そういう時でもいつでも、本当に助けてくれる声援、本当に感謝します。そして今日に関しては来場すると負けないというオードリー春日さんもいらっしゃっていて、やっぱり負けないですね。春日さんいらっしゃるかね。すごいですね、やっぱりパフォーマンスで勢いづけてもらいました。はい、さあそれではその春日さんに負けないパフォーマンス、皆さんお待ちだと思います。最後にいつものあれをお願いしたいと思います。皆さん、ご唱和お願いします。いきます、3、2、1、アップルパーク、ありがとうございました。おめでとうございました。今日のヒーローニール投手、そして殿崎選手でした。ということでアザースからアップルパンチで締めるというね、最高の連携プレーでしたね。そうですね、もう今日この2人ですよね、はい、本当に仕事しましたよ ね、 ね、やっぱ殿崎も言ってましたけども、ニールが投げてると守りやすいというね、リズムをね、はい、あ、そしてね、今日は声援会長オードリーの春日さんですね。まあ、今日本当にいろいろね、試合前からファーストピッチセレモニーを含めていろいろ試合中もね盛り上げてくれました。もうこれで春日さん5戦5勝ですって、メットライフドーム来場した時は。あ、すごいですね、勝率10割、ね、毎試合来てもらえればね。そうですね。そして春日さんの決めポーズ、ね、そっか、アザースからアップルパンチからトゥースで締めるとね、そうですね、ということでした。はい、ということで、まあ、これでまだまだ連戦があとね、6つ続くんですけども、その、まあ、最初の戦いでこれだけの勢いをつけるということになるんで、明日以降も、まあ、ファンの皆さんからするとますますね楽しみですね。そうですね、まあ、マジックも一つ減らしましたし ね、 ね、その辺では、まあ、ライオンとしては、いいスタート切れましたよ ね、 ね。あとはこの試合、まあ、楽天とね、ホークスがどういう結果になるかということにはなりますが、ひとまず自力で今日は減らしたということになります。エニール、そして殿崎のヒーローインタビューをお届けしました。これでニールも10連勝、各大元さんに並んだというところ。1人で貯金ですか、10ですよね、1人で。これ大きいですよ ね、 大きいですね、まあ、しかも安定したピッチングでの10連勝ですからね、その辺はすごく価値のある10連勝ですよ ね、 ね、まあ、1月、まあ、2月弱ですか、一旦下で調整した後のこの勝ち星ですから。そうですよね、まあ、1年間フルにやってるわけではありませんけども、まあ、こう1軍に復帰してからのねこの10連勝ってすごいですよね。すごいですよね。今サインを書いてくれています、はい、